皆さんこんにちは、イキレイトです、セガサミーカップ、今年は15回記念大会ということで、いよいよですね、まあ、8月にこのセガサミーカップも移りまして後半戦がスタートします。まあ、私前半戦はですねミズノオープンで優勝しまして、まあ、そこそこの、今年前半戦だったのかなというふうに思います。まあ僕の得意なですねこれから夏からまあ秋口ということで、まあ、後半戦にかける意気込みっていうのは非常に強いものがあるんですけども、このセガサミーカップまだ僕優勝の経験がないのでですね、まあ今年時期が変わりまして、まあ、後半戦の第1試合目ということで、改めてですね今年はこの試合にかける意気込みというのが非常に強く自分の中にあるなというふうに思っております。まあ、北海道の試合もですねようやく男子は始まりますので、皆さんにですね、いいプレーが見せられるよう頑張ってまいりたいと思いますし、また今セガサミ大会カップもですね、応援してあげればと思います。